あとなんか、食欲の秋が、私を狙ってるね、すごく。私はもう食欲の秋の神様に多分狙い撃ちされてて <laughs>、もうなんか、本当に、あのー、なんだろう、脳と胃袋が乖離してしまった <laughs>。なんてやのだからその脳味噌としてはもう食べない方がいいよって言うんだけど、胃袋から手がもう伸びて、 もうなんか、うーって、すごいもう、ジャンキーなものをなんか、口にどんどん、運んで、もうあの、千と千尋のご両親みたいな状態で <laughs>、すごいよ、もう、この皿空いてないのに、次の皿にもう行くみたいな、もう本当に、なんて言うんだろうね、もう、食べまくった一週間ね <laughs>。 で、まあ、そこそこ、あの、今日もね、移りのお仕事、その、動画撮影みたいのがあった、だけど、まあ、そんな、今までだったらそういうのがあると、ダメよ。いのりちゃん、そんな、だって、画面に映った時、後で後悔するのは誰自分でしょって、こう、顔が丸くなったら、ねって言うけど、別にいいじゃんって言ってくんだ、ね、よ、秋が。<laughs> ねえいいじゃん別にじゃあここでなんか我慢したストレスでまたなんかその後嫌な気持ちになったらどうするのって「言っちゃいないよ食べちゃいないよ」って言ってめちゃめちゃお菓子を食べたりあと昨日は大盛りのカレーうどんにいなりずしを2個と <laughs> あとなんかキスの天ぷらとうんそんな感じでその後 えと夜ご飯それはお昼ごはんだったけど夜ご飯はなんは大盛りのネギとろ丼と <laughs> 基本大盛り <laughs> その次の日も大盛りなんか LS から L まで全部値段が同一のパスタ屋さんがあったから「えじゃあ L で」<laughs> って言って L をサラリーマンの皆さんと一緒に食べるっていうイベントが発生したりとか <laughs> どうしよう でも私の担当してくれてるメイクさんも同じ毒画にやられてるっぽくてなんかもう気づくとずっとお菓子食べててお腹が空いてるんじゃなくて口が寂しいのって言いながら2人で <laughs> ずっと何かを食べてるっていう。 なん,ていうのなんだよこう気軽にあのツイッターとかに私がもし自撮りとかあげる機会があったら皆さん丸くなってますよってもうお,お咎めの言葉をください多分誰かに言われないともう止まらないんだと思う私はこのままじゃ本当に食欲の秋の擬人化になってしまいますから誰か止めてくださいっていう近況です